皆さんおはようございます。そうだ老子に聞いてみようの時間です。そうだ老子に聞いてみようは、仏教や禅について、はたまた日々の子育てや家族、仕事、人間関係についてなど、皆さんが日頃気になっていることをご質問いただき、そちらに対して横田老子なりのご意見をお伝えさせていただく番組です。 YouTube 越しではありますが、皆さんといろいろとお話しさせていただければ幸いです。横田老子、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、前回老子におすすめしていただきました落語、古今亭志ん朝さんの文七元結、はい、早速拝聴しました。ああ、そうでもないですか、はい、いやー、とても深い人情の話で感動いたしました。いやー、ありがとうございます。それはね、やっぱ志ん朝さんの、まあ、名人ですよね。いやー、聞いててやっぱこう情景が浮かんでくるでしょ。本当になんか途中で、あれお一人で話してたんだっけ。ああ、そうなん、完全にね、夫婦喧嘩なんか本当に夫婦がそこにいてね、もう喧嘩してる、口喧嘩してる様子がありありと、はい、何の道具もないのに、の座布団と扇子一本だけで、はい、こう世界を作り上げるという、まあすごい芸術だなというふうに思いますね。本当にもう精巧な芸術というかです、ね、プロップス、 あと手ぬぐいも使うんですか。あ、そう、手ぬぐいもね、何でも見えてしまうというか。そうなのね、本当にあの東橋のね、はい、橋のたもとでこう青年が飛び込もうとしているところがこう思い浮かんで、そこへパパーっとね、引き止めに行って、はい、でそこでそれがね、これも話題になったのは、その前回お話をした、私が東京のお寺で、法話と落語のこのコラボをやっていた時に、控え室で、師匠が一言言ったんですね。はい、この頃の若いのはこの文七元結ができないんだって言うんですね。あ、いや、師匠、どこが難しいんですかってご聞きましたらね、いや、東橋のところで、この娘お久だったっけな、お久さんが吉原に身売りをして50両という、まあかなりの大金でしょうね、はい、1年2年必死になって働いてようやく返せるかどうかっていうのは金額ですからね、はい、今では何百万だと思うんですけれども、そのしかも自分の娘がこの体を売ってまで作った50両を持っていて、で見ず知らずの文七というですね、はい、若いあれ別行問屋でしたっけね、そこで働いているものが身投げをしようとする、はい、で50両なければ、まあ、もう店に帰れない、はい、でその自分は今こう50両持っていると、それをこの文七にこれを持ってけってこう渡すんですね。それが理解できないと、自分のもう娘が自分の体を捧げてまで作ったお金をなぜそんな見ず知らずの他人にあげなければならないのか、これが理解できない。で私は聞いたんですね。で師匠のお師匠さんの志ん朝師匠は、それが理解できないというお弟子にはどう指導したんですかって、はい、ええ、気になります。ええ、はい、志ん朝師匠はね、一言、わからないんだったらやるなと、それがわからないんだったらやるなってこう言ったってんですね。なかなかですね、まあここにですね、私がまあ下手な解説を加えますというと、やっぱり今のこの私たちの生きている感じと江戸時代の人たちの生きている感じ、感覚というのがの違いをこう見たいんですよね。はい、明治23年、ラフカディオ・ハーンが日本に来た時に、日本人というのは自分たちの幸せというのは周りの人が幸せになることだと心得ている民族であるというような意味のことを書いてるんですね。はい、こういう感覚なんですね。今はやっぱりこの近代的な自我というものを中心にして暮らしますから、やっぱり自分たちの暮らしというのを大切にする、そうするとまずやっぱり家族を大切にするという
でしょうけど、なんて言うんでしょうか、あの時代は今の私たちのような感覚よりも自我意識というものがこう薄い中にいたんじゃないかなとこう想像するんですね。例えば長屋ですとほとんどプライベートのない暮らしですよ、もう自分が何やってると、ね、全部こう筒抜けですし、で鍵なんかかけやしませんし、目の前に困っている人があればそれは助けるのがこう当たり前ですし、それをもうあの赤の他人はなかりけりでね、そういう暮らしをしてたんでしょうね、ですからやはりこの目の前にで目の前で困っている人を見捨てておいて、はい、自分たちが幸せになるということはありえないんだということを体で知ってたんだと私は言いたいんですよね。そうですね、でそういう話をじゃあこの分子持ってやってもらったこともあるんですけれども、じゃあここでその話をそういう話をしてですね、いやここにやっぱり今の私たちが失っている感覚があるんじゃないかと、やっぱり今目の前にいる青年を見捨てておいて、もうその後自分たちはご飯なんか食べられないという感覚を持ってたんじゃないでしょうかしらね。そうですね、そこにやっぱり江戸っ子の心意気をこう感じたいんですよね、はい、でそれでその江戸っ子の心がわからないんだったらやるなってこう新潮師匠は言ったんじゃないかなと思いましてね。なかなかこれもいい話だなと思いましてね、はい、まあ、落語の話になるとなんかねもう本題に入らない気がするんですけどいやでも本当に江戸時代の人たちの美学とか美意識が学ぶものって本当に多いなって私も思います。やっぱりねこれはね、はい、あの江戸の良さというのをまあ見直した方がいいんじゃないかというようなことも最近ちょっと言われてますよね。そうですね、もちろんね明治維新のおかげでこれだけの近代国家として発展することはできたのはありがたいことであるし感謝すべきですけれども、はい、しかしそれと同時に、江戸時代の全部をねなんか封建的だってんで捨ててしまったところがありますんだよね、はい、なんかまあいいところもあるんじゃないかなっていうふうに思いたいんでございますけどね。そうですね、なんか外国人に日本文化のエッセンスっていうのを伝えるときに、なんかやっぱあのいくつかあるんですけど、人間性の共感ってよく言っていて、人間性の共感、人間性への共感、なんか人間の悲しさとか愚かさとか不完全さを蔑視したり非難したりするんじゃなくて、そこに愛を持って共感していくというか、あのそういうのが江戸時代の文学とかアートにすごく表れてるなっていつも思っていて、なんか文七モットーもまさにそんなストーリーだなと、そう、ね、はい、そうだと思いますね。いやそれはあの木村さんのような方に落語を聞いていただいて、もう落語ファンといたしましては光栄に思いましてとんでもないです、ね、ありがとうございますですね。はい、いや、それからあの外国語で落語やってる方が結構いらっしゃるんだっていうことを、最近はね、はい、あのまあ、もう亡くなりましたけれども、はい、紫雀師匠なんかがそれに取り組んでおられましたから、今は結構いるんじゃないでしょうかね。やっぱりいらっしゃいますか。私ちょっと調べてないんで、何人かイギリス人の方とかカナダの方とか日本の方でも7カ国語でされてる方とかもいらして、なんかもうちょっと落語の世界をあの学んでみたいなって改めて思っています。なるほどね、はい、そういうのは嬉しいですよね。まあ、日本のこうね大事な伝統芸能の一つじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さて今回は第6回目ということでご質問をさせていただきます。ラジオネーム吉弘さん、神奈川県在住の30代男性からのご質問です。読み上げさせていただきます。僧侶の方との接し方がわかりません。普段僧侶の方と接する機会がほとんどないため、僧侶の方を前にするとどう接したらいいのかわからず、ついあたふたしてしまいます。座禅をするためにもっとお寺に行きたいという気持ちがあるのですが、僧侶の方との接し方がわからないためためらってしまいます。僧侶の方とどのように接したらいいのでしょうか。例えば座禅をするためにお寺に行った時、僧侶の方に座禅のことで何か質問したりしてもいいのでしょうか。下手な質問をして失礼に当たらないか心配です。
ということです。横太郎氏いかがでしょうか。あ、これはね、まあそんなに難しい問題ではないと思うんですけどね。まあ確かに、まあ、僧侶というのはこう異様な格好をしてますんでね、それにこう迷ってしまうんでしょうね。頭そってて、今の時代にないような衣装をしてて、でもそれは形だけですから、まあ、中身は同じ人間でございますのでね、別に同じもの、同じようなものを食べて、同じような飲み物を飲んで、体は同じような体でございますから、まあ、頭剃ってるのと着てるものがちょっと違うぐらいで、それ以外は全く同じ人間でございますんでね、まあ、別段ライオンやクマに、接するんだったら、これはねライオンだと食われるかもしれないし、クマだと襲われるかもしれないっていう、まあ、まずね、まず思ってください。お坊さんに接しても命の危険はないと思ってください。であとはですね、まあ、まずそれから座禅のことで何か質問したりしてもいいのでしょうかって、これも別に質問していただいていいとこう 思いますよ、まあ、ただやっぱりお坊さんも同じ人間ですから、もう人間だと思って接するのが一番 で、人間だということは同時にいろんな人間がいるということでございますから、一般の人でもいろんな人間があります。一般の人でも何かものを尋ねて親切丁寧に応対してくれる人もいれば、愛想の悪い人もいるし、本当に無視されるような人もいるし、それはお坊さんであろうとなかろうと全く同じだと思います。ですから同じ人間だと思って、ちょっとこの、ちょっとよろしいですかと言って聞いてみて、その時の雰囲気、様子、応対の仕方で、あ、これはものを聞いても大丈夫そうだなと思えば、遠慮なくお伺いすればいいと思いますし、いやどうもこの人はなんかこのなんかものを聞いても、なんかあんまり感じがよろしくないなというふうに思ったならば、まあ、それ以上は深追いせずにですね、すっとこの引いておけばいいんじゃないかとこう思いますので、まあ、ですからお坊さんだからどう特別に何かということはいう考えではなくして、同じ一人の人間なんだと、同じ人間だから話しやすい人間もあれば、話しにくい人間もあれば、愛想のいい人間もあれば、不愛想な人間もあると、まあ、そう思ってですね、接してもらえば一番まあ間違いがないかと思いますね。ですからまずちょっとこう声をかけてみて、その時のこの表情でありますとか態度でありますとか応対の様子で決めていただければよろしいんじゃないかと思いますね。はい、ありがとうございます。いや、吉弘さんのこのご質問を見ているとやっぱり尊敬する気持ちがすごくあって、失礼をしてはいけないというか、なんかそういうことをすごく気にされているのかなって、だから尊敬しているからこそっていう感じがすごく伝わってくるんですけれども、私も初めて円覚寺に来た時にもうすごく緊張したのを思い出しますね。あ、そうですか。やっぱ緊張するもんですか。はい、緊張しました。はい、特にお仕事で伺うようになってからは、例えばなんか、まあ、どんな俗世間的なお土産をお持ちしていいのかなとか、服装これで大丈夫かなとか、外国人の学生たちもやっぱり初めて連れてくるときはいろんな質問、一番その質問が多いんですよね。お寺に入るにあたってこういう行動は大丈夫ですかとか、はい、なんかお辞儀の角度はなんか決まりがありますかとか、はい、足は出してて大丈夫かなとか、すごいたくさん心配するんですよね。でもそれはやっぱりその尊敬というか、そういう表れなのかなといつも思うんですけれども、はい、でも実際その座禅を座ってその Q&A の場面になると、本当に
いろんな質問を答えてくださっていて、特にこじりんの内田一郎書道様なんかは、あのお寺の経営はどうなんだとか、ビジネススクールの学生なのでなんかそういう質問とか結構ざっくばらんな、あの そこから来ますかみたいな質問をいっぱい、あの温かく受け止めてくださっていて、いや本当ありがたいなっていつも思ってるんですけれども、なんか横太郎氏は逆に、いやこんなすごい質問がありましたとか、そういうご経験はありましたか？あ、どうだろうかしらね、ずいぶんいろんなことを聞かれて、いろんなことにこの答えてきましたけれどもね、なんていうかな印象に残ってるのは、あの自分はあの夜がねあんまり、眠れないんだってね、はい、まあ、でいつもいろんなことを考えてしまうし、どうしたらいいんでしょうかってこう聞かれて、で、じゃあ、あんたあのいろんなスマートフォンやパソコンなんかでいろんなゲームなんか しますかって聞いたら、いやもう いつもやりますとかね、はい、いやまずそのゲームをやめることだねって言ったらね、はい、なんかこう雰囲気がね悪くなっちゃったのよ。ゲームを開発する会社の人たちだったの。おお、これはまずかったなと思ったね。取り返しがつかなくてね。まあ失敗談でございますね。そんなこともやっぱり私もあるんですね。いや、これいろんな人たちの子を受けてますからね。はい、ちゃんと、ね、いや見てたはずなんですけどね、はい。やってるうちに忘れちゃったんだろうね。だってゲームなんかやってるからダメなんですよ。これはダメだと。あれは申し訳ないことをしましたね。あの後も来てないから。本当に申し訳ない。夜だけはっていう。まあ、はい、まあ、ね、っていうところですかね。開発しなきゃいけない立場の人もあるし、大変ですよね、はい。そうですよね。残業でどうしても夜遅くまで画面とにらめっこしないといけない。のブルーライトをずっと浴びているっていうのはなかなか。そう、もう仕事ですからね。はい、これしょうがないですよね。本当に。ね、そういうね、反省することがございますね。そう、質問で一番困るのは悟りましたかってやつですね。あ、それ皆さん気になってるんじゃないですかね。悟りってそもそも何っていうところもあるでしょうし、はい、どういうお答えになるんですか？あ、これはね、はい、要するに講演に行って質問で時に老子は悟りましたか今悟ったね、何を悟ったんですか、こんなところに来るんじゃなかったと今悟ったよ。まあこれも良くないかな。まあそんなこんなところですね。それから、いや悟ってりゃね、こんなところでベラベラ喋ったりしないねとかですね。まあ、悟らんからいいんでしょうなってなことを言いたいんですけどね、まあ、それ悟りを求めるっていうのはまた一つの迷いになりますんでね。なるほど、はい、いや、それはね、もう究極はそこなんですよ。あの昔の人の禅問答に悟りとは何ですかと、迷いを起こさないことだと、はい、じゃあ迷いというのは何ですかと、悟りを求めることだと、こういった。まあ、そういうのを言いたいから、そういうちょっとひねってこう言ってるんですけどね。はい、そんなことはもう忘れて、自分のやってることに打ち込んでるとかね、はい、自分の毎日の暮らしに、満足するとかね、はい、悟りのことなんか忘れているのが一番の悟りなのよね。未来に目標を置いて今を過ごさないよりは、まあ、そっちは忘れて今に集中するという、そう、まあ、全的な生き方はそうなのよね。どっかに悟りっていうのが現れるかっていうとね、はい、そういうもんじゃないと思いますよね。なるほど、まだまだお話を伺いたいところですが、時間が来てしまいました。これからも皆様からご質問を募ってまいりたいと思います。 YouTube の概要欄に詳細を記載しておりますので、ぜひお寄せください。皆様のたくさんのご質問をお待ちしております。
横田老師、本日もありがとうございました。いやもうつまらんことばっかり言いまして失礼いたしました。楽しいお話をありがとうございます。